睡眠運動食事でうつは予防できる。精神科医カバサワシオンのカバチャンネル、今日は群馬県の湯沢からお届けしています。今日は質問いただきました。食事や睡眠が取れていてもうつ病になることってあるのでしょうか。うつ病って何でなるんですかって話もあるんですけども、いろんな原因が合わせ技一本でうつ病になるというふうに考えられます。例えば何か大きなストレスがあるとか、人間関係の問題とかで悩んでいるとか、仕事がうまくいかないとか、大切な人が亡くなったり精神的なショックな出来事があるとか、そういうストレス要因、あるいはそこに伴って睡眠不足、不摂生、昼夜逆転、あるいは何かご飯食べないとか、そういう意味での不規則な生活、あと他にはですね、相談できる人がいないとか、孤独な状況、あるいは遺伝的な要因っていうのもあるかもしれませんし、いろんな要因というものが合わせ技一本でですね、起こってくるのがうつっていうものです。なので何かたった一つの原因でうつになることもないんですよ。逆に言うといくつかの原因が合わせ技一本で起こってくる。例えば何か大変なストレスに見舞われたとしても、相談できる人とか信頼できる人があなたを支えてくれたりサポートしてくれると、そういった危険を防げるかもしれない。何かストレスがかかってもきちんと睡眠をとって、きちんと運動して、規則正しい生活をしていると、心と体のバランスは非常に整いますので、メンタルに対して非常に強くなるってことがあります。ですから睡眠、運動、朝散歩、あるいは規則的な生活や食事といったものがメンタルのバランスを整える意味で非常に大きな役割を持っているということは言えますけども、あくまでも合わせ技一本になってきますので、いくらそういうものを整えたとしても、本当に自分の大切な人がある日交通事故で突然亡くなるみたいな、そういう大きなショックみたいなものにあった時、圧倒的にこのストレスの大きさが広大なものがね、突然とのしかかってくると心が折れてしまうってことは十分にあり得ることなんですね。だけどもそういった場合においても、睡眠、運動、朝散歩、規則的な生活できちんと体と心を整えてる人の場合は、多少のストレスがあっても動じないし、いわゆるレジリエンスといってですね、そういったストレスがわっとかかった時にもなんとかこう対応できる力っていうのが備わってくるんですね。睡眠、運動、朝散歩ちゃんとやっとけば絶対うつにはなりませんよってことは言えないけども、かなりの予防効果というか、ストレスなんかを緩和する効果っていうのはね、相当あり得るわけなので、かなりの確率で予防できるってことは言えるんじゃないかなと思います。また逆にですね、うつになってくると、まず睡眠不足っていうのがほぼほぼ一発で起こってきますし、ある種食欲の低下っていうのも起こってきますし、運動とかもしたくなくて家にずっと引きこもっているような状態っていうのも起こってくるんですね。ですから運動、睡眠、朝散歩をちゃんとやって、食事もちゃんと食べてる人、そういう部分をきちんと踏まえて生活してる人は、もし仮にうつになったとしても、睡眠が取れてきてないなとか、以前だと週に2回ぐらいスポーツジムに行ってたものが最近全く行ってないなとか、そういえば最近食欲が全然なくなってきたなっていう体の異常、身体的な不調にいち早く気づくことができますね。そうなってきたら、うつっていうものが非常に重たくならないうちに、ごく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 初期のうちに発見できる、あるいはうつの手前の前段階の予備群、脳疲労の状態でうつを発見することもできると思います。ということで、睡眠、運動、朝散歩、規則的な生活というふうなことをきちんとやっていくと、うつ病がそんなにひどい状態になってから突然病院に来るってことは、まずありえない話になってくると思いますので、ごくごく軽症で対応できるというメリットもあると思います。という形でね、本当に睡眠をきちんと取っていくだけで、ストレスっていうものはかなり解消できますし、定期的に運動するだけでもストレスホルモンってものすごく下がるっていう報告もあります。そういったものをきちんと普段からやっていくってことが、メンタルの基盤に非常になります。土台がしっかりとしたものになるんですね。ですからそこに多少のストレスが来ても、ひっくり返ったり潰されたりするってことがなくなるということなので、体を整えることがメンタルを整えることにつながり、大きなストレスにも対応できる、対処できるというメンタルの強さにつながっていくので、やっぱり睡眠、運動、朝散歩、規則的な生活、食事も規則的にとって、栄養のあるバランスのものを食べていく、そういったことがものすごくものすごく大切なんじゃないかなというふうに思います。何か一つやっていって病気にならないってものではないんですよ。もしそういうものであれば簡単に予防できるし、この世から根絶できると思うんですね。いろんな要素が複雑に絡み合うので、ものすごく難しい側面っていうのがありますけども、逆にある程度そういう睡眠不足、運動不足、規則な生活、特に昼夜逆転とか朝起きれないとか、そういったものっていうのがほぼほぼ必発でうつ病の場合は来ますので、普段からそういうことに注意して生活していくってことも予防であり、早期発見に極めて重要な意味を持ちますので、やっぱり睡眠、運動、朝散歩、規則的な生活を皆さん本当に本当に本当に気をつけてほしいなと思います。